ただいまよりアンダーサーティファイブアーキテクツエキシビション、三十五歳以下の若手建築家による建築の展覧会記念シンポジウムを開演させていただきます。これは願いというかあの期待なんですけれども、あの今回の、えー、集まりに参加された皆様のまあ誰かがあの奈良の建築であったり、あるいは東大寺の建築であったり、えー、そういうことにあの将来関わって くださらないかなというようなこともちょっと期待を込めましてあの大会のご挨拶とさせていただきます。最近建築のジャンルはあの女性の方々が非常に多いまあ一つまあ業界というかジャンルになってきたというふうに感じておりますけれども日本の建築が元気になるように皆さんと一緒に私も魅力ながら力を尽くしていきたいというふうに思っております。本日お集まりの若手建築家の皆様が この大阪の地をスタート台にして、世界に羽ばたかれ、また大阪に戻ってこられて、活躍されることを記念しておりますこれが大変なこと、あ経済もそうですけれども、このコロナで大変なダメージを受けてますけれども、えー、それを乗り越えて、えー、素晴らしいあの日本にしてほしいと思います皆さんも軸を持って、1回しかの人生、建築家というこの経験を通して、 もっと大きく羽ばたく、それぐらいの迫力で、これからの人生を歩んでほしいと思います自然と共生できる建築物、えー、共存できる建築物、そしてまた人々が幸せになれるような空間、建物といったものをです、ね、どん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 新しい手法でご提案いただければ、非常にありがたいなと思っています。新しい時代は常に 若者から始まる期待しています。ぜひあの答えはない若さはあるというこの言葉に勇気づ勇気付けられた皆さんがですね、えー、今年もグランフロント大阪から、えー、たくさん羽ばたかれるのを楽しみにしております。もう真剣勝負だと思っているので、えー、っとあんまりこう。 褒め言葉ばっかり言おうとか、そういうあの気持ちはなく、えー、思ったことを率直に言うのがルールかなと思って、き、えー、今日も話したいと思うので、よろししくお願いしますこの舞台の後に、どういうふうな、まあ、活躍をされているのかを見ていると。 だだんだんまあ建築家ってまあすごいんだなっていうのを自分も含めていろいろとあの学ばせていただいている機会となっています今日の議論もあの未来を向いて、えー、若い人たちと、えー、我々世代とそれから皆さんで何か新しい、えー、こう予感というかあを見つけられたらいいなと思ってます建築ってあの年齢問わず同じ土俵の上で議論をできる素晴らしいフォーマットだと思うので 今日はの時期をこうどう過ごしているのかってことが、きっとこう未来においてすごい意味を持つと思うので、まあ、そういうことを思いながら、まあ今日皆さんのお話が聞ければなと思っております考え続けることっていうのが、まあ、すごい重要なことだなということを、まあ、展覧会見て改めて思いました、まあ、一緒にいろいろこの議論をさせてもらうことを、あの本当に楽しみにしています。 なんかね。20代の人たちはあの本当に僕らが生きてる間にもうなんか驚くようなものをもっと見せてほしいなと切に願うように最近はなってきました、えー、今日はよろしくお願いします。あのまあ、アート作品と違ってね。建築は実物を。 あの会場に置くわけにもいかないので、やっぱりどう見せるかっていうのは、結構いろんな工夫の仕方があるんですけど、今年もいろんなバリエーションがあって、非常に楽しむことができましたやっぱりさまざまな世代の建築、建築家によって、社会が成り立っている、だからそういうところからね、また新しい発見があったりすると思うんですね、ですから、あ今日もこの言葉から、新しい未来のつぼみが芽生えてくるといいなというふうに思っております。 つくづくらしさはそんなに簡単に見つかるものなのかそして共有すべきものなのかと不思議に思うこの言葉は私の制作の原動力になっています淡路島の東浦という町はこの写真のように隣り合う写,写真によってその写真が意味するものが変わってくるように一つの風景の中携帯の中に複数の意味がと同居しているような町です窓から見える風景までもが、 同居している建築になったと考えています。私の姉夫婦と子供2人のための住宅を設計しました。展示ではあのまるで自分が住人になったような気持ちで、あの体験して巡るような展示をあの試しておりました。そこには無数のエピソードが今もどんどん積み重なっていっています。こうコーヒーを飲む風景であったり。 お母さんんに怒られて寝転んでたた風景でであったりできるだけそういった小さなエピソードがあの豊かに育っていくようなそういう建築にはできないかというふうに考えて設計をしていましたクライアントからはシングルルームをできるだけ多く持つ R シーズンのホテルを求められました設計にあたって考えたのはあのビジネスホテルでよく出会う 窮屈な空間だったりそこでの仕事のしづらさを変えたいということ小さな空間にいながらその外の大きな全体につながっていると思えることは心地よく同時に自由だと思っていますそれは個人と世界が当たり前に直接コミュニケートする現代の距離感の空間的な翻訳であるとも考えています建築と峠違っているようで僕はすごい深いつながりを持っていると思っています そこで峠の制作のプロセスと建築の設計プロセスというものを同期してみたいと思っています敷地にある狭い路地やキャンチレバーの断片または近くにある茶室の路地空間大戸壁がもたらす豊かさそういうようなものを採集してコラージュをしていきますこういうような作品で土着的なスタディを繰り返しながら一つの形態を導き出していきます完成することが求められている 完璧な空間ではなく完成でも未完成でもない人に寄り添う隙のあるような建築を考えています建築を構成する要素を躯体と下地と仕上げというふうに整理して一般的には仕上げ面に出てくる設備を下地に入れることで仕上げ面を電気工事なしに脱着することができます階段はある時は床の延長としてある時は、えー 椅子、テーブルや棚、まあ、キッチンとつながるようなカウンターとしても使うことができます階段によって鉄骨の柱のザクツ長さを抑えて柱の径も40ミリと家具のような寸法に抑えることができています合理的に作ることと表現的に作ることを同時に考えることで3次元以上の広がりのある建築を目指しています 既存の2ォ4住宅と公園をそれぞれ全然性質の違う環境と捉えてその間に増築等を挿入することで双方のの環境をを引き立てて鼓舞してししいくようなものを考えましたこのようにあの何かこうコンテクストに依存して形が決まったりするわけではない、えー、ある種の異物みたいなものなんですけど、まあ、そういったものを挿入することで周辺の環境を引き立てていくようなそういった試みを、まあ、これに限らず行っています。 陶芸ってその手でこねってってあのそれってまあそれこそあのデミウルゴスが世界を作るる時にも何か土みたいなこねるみたいなものすごい原型的なものじゃないですかあの陶芸のプロセスと建築のプロセスっていうのを一体一体をさせてるんだけどそういう話なのかなともうちょっとなんか遡ったとこにあるなんか別のものに通じる回路みたいなのをあの示してくれないのかなっていうのはちょっと思ったりしてて。 陶芸の作刀のプロセスとかっていうのは何て言うかこう超個人的なもので何か誰かとこう共有したりとかその誰かと分かち合うような感覚っていうのはあまりなくてその超個人的な感覚の中で建築が立ち現れてくるそういうイメージっていうものを模索していきたいなっていうふうに思ってるっていうのがまずあります。 ただ陶芸と建築をバックグラウンドに持っているっていうことをどう生かすかというかどう根ざすかと考えたときに結構いろいろ深い面白さがある,あるんじゃないのっていうふうに多分平田とか五十嵐太郎さんはおっしゃってて普通になんか、うん、土をこうね陶芸で土を扱うように建築をこう練り込んでいくとか。 なんか純粋に考えるとなんかそんなようなアプローチをしても良さそうなんだけどなんかあんまりそういう気配が全然見えないというか何 <laughs> ていうかなう無理に翻訳しようとしすぎていてで実際の土の扱い方どうなのって見てみるといや今までの半畜だとか塗り壁だとか何ていうかそこに新しさがあんまり見いだせないっていうのがやっぱちょっとざんあのもったいないかなっていう気がしましたよね。 形,態形質をこう決めていくじゃないですか図の中でその時にどんなことを意図して決定してていってますか初めてアクソメだけで設計したんですけど、はい、その時に初めてなんか、えっと、反,反,応あの反射神経みたいなことで、うん、その今まで蓄積してきたあこう導線はこうとけばいいみたいなことじゃないんか自分の反応が面白かったって、うん っていうのがあってそこにあの意図意図的というか反射的に出てきた意図を自分で解釈するみたいなことをやっていました。多分 U 3 5の方々ってなんかなんでちょっとかっこよくてなんかコミュニケーション的展開みたいなのが多分あってなんか設計に没入していく行為によって自分のその見てるもの自体が変わってくるとかあと建築ってものがあるとそこで使う人が、えー、と行為が そこでまあこういうふうに幅木きがあったりすると行為自体が発想がもう変わっていくとかなんか建築っていうのは自分とか人を変容させるものであるっていうのをあらかじめ設計に織り込んでなんか設計しようとしてる感じがあって <laughs> あのいや吉村さんにええ、あの今日の,あの選ばれた人は、ね、吉村さんが選んでるのでなんかこの今言った共通点あるいは。 あの実際何をこう確認したかったのかみたいなことも多分あると思うしえと宮城島さんがあそこに立ったものがあのものとしては完全にその2ォ4の閉じた、えー、と既存家屋と、えー、目の前のすごい開かれた公園を調停してるんですけどで,、えー、とでも何その2ォ4と公園の調停じゃなんて他の人の抽象的なレベルの調停とはあまりにも え水準がが違うようよな気がして本当は何かあるじゃないかと思ってんだけど僕は探しきれてなくてまあ重いものとか軽いものとか大きいものとか小さいものとかがバーって連続してそれがまあそ,れそのまま町の外れの山裾につながってたりとかっていう中でここにこの重さのものを置いた時にその周辺ってまあちょっと漠然としてますけど遠くがどうなっていくかっていうふうな。 あのどれに優劣つけるっていうのも、まあ、結構吉村さん大変だろうなと思いますけど僕はあの個人的にはですね「半ギハットは」は雑誌で見た時は非常に懐疑的でどうなんだろうなと思ってなんかこう思ってたんですけど今日展示物を事細かく結構全ページ見てですね僕が割と若い頃ああいうことやってたんで。 見せてもらったときにどういう体感としてこう立ち現れているのかって本当、楽しみでしょうがない。議論は全く受け入れてないかもしれないですけどというのは、わ割に今年はこの人なんじゃないかなって展示を見て僕は勝手に思ってたんでだから2021年のゴールドメダルはですね板坂さんの半麦ハットにあげたらどうかと思います、はい、皆様大きな拍手をお願いいたします。 アンダーサー、アンダーサーティーファイブアーキテクツエキシビション2021ゴールドメダルは板坂様ですおめでとうございます。日本の伝統家屋がまあ地方地方でそれぞれのあの色を持っているけれどもなんかそういうのも。 まあその土地の環境から独自に生み出されるだけじゃなくてなんか技術がどっか隣町から入ってきたとか何か新しいところから入ってきた技術とこうミックスされながらえ成長していった結果としてああいうものがあるんじゃないかと想像するとなんとなく未来の民家みたいなものの作り方のえまあ方がを感じさせてくれるというふうに感じましたのでとても 面白いなと思いましたこれから自分はどういう建築家どういう空間を作っていくんだろうってすごく不安になっていたんですねでもなんかこうやって、えっと、建築を通して考えてることだったりとかまあそのなんか素直にやってきた姿勢を見ていただけたような気がして。 特に嬉しく思っていますしこれからも引き続き頑張っていきたいと思いますありがとうございました皆様大きな拍手をお願いいたします